16世、宝章苦労16世、宝章苦労から1917年3月9日は、日本の農学史。農学して方、宝章流16世宗家。本名は、宝章とも栄え。一心ご衰退した農学会にあって、その復興の中心を担い、諸世、梅若実、桜館友奈馬と共に、明治の三名人と並び称される。 また多くの行進を育て、宝生流のみならず、農学界全体の発展に力を尽くした。宝生大部、宝生矢五郎ともうの次男として、江戸の神田に生まれる。陽名は石之助。江戸時代後期の宝生座は、将軍、家成、家吉の指示を受け、他座を圧倒する誠意を誇っていた。父、ともうも、やはり将軍の後演の下、第一人者として活躍した名手であった。 1842年5月15日、江戸城本丸の舞台で、関原余一を務め、6歳で初舞台を踏む。なおこの時脇を務めたのが、後には木方の名手となる宝生神一日であり、やはり7歳の初舞台であった。1848年、友は江戸で漢人牢を再興する。江戸での漢人牢は、当時、関西大部の特権であり、 それを覆したこの肝心脳は、宝生座の流星期を象徴するものとされる。このいわゆる、高下肝心脳で、苦労は十二歳ながら十六番の脳を演じ、その才能が注目された。1853年12月、当、友の引退に伴い、十七歳で家督を継ぐ。この相続は、弟、主次郎を偏愛する友の妻に反発した、門弟たちが苦労を押して、 友を隠居させたものとも言われる。こうして、大部として、座を統率することとなった、苦労であったが、32歳の1868年、幕府の崩壊に遭う。明治維新により、苦労を含む、農薬者たちは、その生活の糧を全く失い、路頭に迷うこととなった。1869年、エディンバラ公、アルフレッド王子来日に際し、赤坂の奇襲藩別邸で、 共王のため四番の脳が催され、苦労は略式の羽衣を埋めた。しかしあくまで苦労は幕府に準じて脳の道を離れるつもりであった。そろばんを習い、他人に法省家を継がせると名も伊賀谷久介と改めて商人になろうとした。もっともこれはうまくいかず、1871年には機能届を出して板橋で一農夫として暮らし始めることとなる。 一方この頃、東京では全、全混合大部、混合唯一や、関瀬座の連れ役者であった、諸星、梅若実らが地道に活動を続けていた。また、欧米を視察した、岩倉智美などの要人にも、農学保護の動きが起こり始めていた。隠居していた苦労に、農学界への復帰を強く進めたのが、梅若実であった。当初これを誇示していた、 苦労であったが、やがて1872年頃から、梅若舞隊や混合舞隊での稽古牢などに出演するようになる。1874年には、東京へ戻って、深川義長町に従した。以後、深川は、苦労の代名詞となった。1876年4月、岩倉智美帝に、明治天皇、昭憲皇太后が行幸刑し、前田成り父子、ふし、梅若実と共に、 苦労は、熊坂、もみじ狩り、もちづきを展覧に教した。これは、実の計らいによるものであり、これによって苦労は、本格的に農学会に復帰することとなった。以後、苦労は美野らと共に、農学会の中心人物として活躍する。1878年、英賞交代号の青山御所に、農部隊が建てられた際には、 その御用係の一人となり、また1881年4月、岩倉が中心となって作られた、講演団体、農学者が建設した芝農学堂の舞台開きでは、沖縄付、高砂を演じた。1885年に、自流の舞台を持つまでは、この芝農学堂が苦労の主要な活動の場となった。1885年、門邸の松本金太郎が、 自宅に、農部隊を建て、以後、恩古会として、演農活動を行う。苦労は後進の育成にも熱心であり、その門下からは、松本町、野口金本、近藤健三、高橋進、田中江之助といった名手を輩出した。また、自流のみならず、コンパル流の桜館友苗馬の志士、金太郎を、放送会に出演させ、修行を積ませたことも知られている。 さらには、川崎救援、ミスキンゴ、ミスヘイジ、幸い吉光ら林方への講演を行うなど、その見識の広さもあって、農学会の指導者として、異形を集めた。1906年、古紀を祝って、あたか信都市の舞を舞うが、これを最後に、以後は、歌いのみの活動となり、更新の指導に専念することとなった。ただし1910年、前田公爵邸で、 明治天皇臨席の元もとも用された能では、特別に舞林、ひばり山を舞っている。この際には、苦労の舞を一目見ようと、楽屋の能楽師たちが人書きをなして、舞台を覗いていたという。千九百十五年、大正天皇の即位式に際して、宮中で行われた大天皇では、池内信義らと共に、 その準備の中心を担った。この際、苦労に沖縄を務めることを勧める者も,も多かったが、孤児したという。1917年3月9日、死去。80歳。野口金本によれば、最後の床にあっても、こたつに入って稽古を続けていたという。実施はなく、養子市に定めていた、豊木も創生している。一時は、松本城が後継者となったが、 最終的には文家である、高章吉見内の子、勝ちが養子となって、後を継いだ。これが十七世宗家、高章苦労 A である。明治の三名人の中にあって、苦労の芸は、意をもって勝るとされ、その芸の気品高き点においては何人も追随し得ぬ、ものがあったと評される。またその美性は名高く、金剛流宗家、金剛右京は、美性で、声量があって、 ボケとするような歌いであったと述べている。1910年、セミマルの数体を聞いた、農評家、坂本節長は、朝日新聞の農評欄で、洗練の曲、混然として、玉のごとき歌いぶりと賛辞を送った。逆に舞はそれほど得意でないと、評判され、笛の名人であった、森本時は、清津恋の音取りで共演した際、その足運びを、みっともないと感じたというが、 しかしその彼でさえ、歌いが始まるや、否や、降参してしまった。桜間伴え馬は、こうした批評に対し、そんなことと芸のうまさとは、まるでイフと憤慨して、苦労を擁護した。一方で戦後に、北実は、その歌いを、玉を転ばすような、柔らかい節回しと、冷朗な成長の名調としながらも、深みとか錆とか、あるいは重々しさとかいったものは受け取れないと表し、 それは、維新後の混乱期にあって、大衆の心をつかもうと努力した結果なのではないかと推測している。前日の通り、また単に一人の農学士としてのみならず、その生涯を農学界全体の発展に尽くし、この点ではまさしく並び立つもののない存在である。また、宝省流の原稿局を180番に減らす、梅若流の独立に反対するなど、 近代農学史において苦労が与えた影響は大きい。文下に多くの春英を生んだ苦労であったが、その稽古が厳しかったことは、ストになだかい。6歳年下で苦労の片腕役を務めた松本金太郎は、何しろこの老人をぶん殴るんですからねと周囲に、師匠自慢半分こぼしていたという。野口金本によれば、その稽古は理屈などは一切抜きで、まず一度は、 自分でやってみせ、それからできるまで何度も弟子に繰り返させる、というものであり、金本らは一心に苦労の芸を真似ることに努めたと、いう。そして、苦労が、父とは、自分の考えも入れてやつてみろと促すので、実際に弟子が、自分なりの工夫をして演じると、考えてやれといつたとてあれはなんだ、あんな変なことをやる奴やがあるかと叱られる、といった具合であった。対して、 うまくできた際には決まって、まあ、あれぐらいなら他流の人が見ても恥ずかしくはないよという言い方で褒めたという。近藤健三は、苦労の、せめて下手になれという言葉を繰り返し語っている。桜間由美によると、放送会では苦労は誰よりも早く楽屋に入り、そして万事に指示を出していたという。その指示は、一分の隙もない、行き届いたものであった。 また他流との共演においても、苦労が楽屋に入ると、死後はたちまちやみ、皆が姿勢を正して、その視線を苦労に集中したという。弓川は苦労の死の直後は、苦労が楽屋にいないと思うと、脳を、毎つても、なんだか、張り合い日がなくて困りましたと語っている。常日のように、芸事においては幻覚を極めた苦労であったが、脳を離れれば資格張らない。 遊びも心得た、粋な江戸っ子であった。その妻は、吉原のおいらんであったとも伝えられる。近藤健三によれば、当時吉原では苦労を読んだ、以下のような小唄があったという。一面、酒には弱く、松浦伯爵家での演の前、うっかり、酒虫を食べてしまい、なかなか酔いが冷めず並行したことがあった。宴会では、昆布茶をとっくりに入れて飲んでいたという。 また雷が大の苦手であった。俳人、松本隆は苦労の門弟、松本町の長男である。病心のため農学士の道を断念して、俳句の道に進んだが、生涯で三本の小説を発表している。その、初雷、摂生医師、一番脳は、いずれも若き日の宝生苦労を主人公とした作品である。初雷は、 死の座のタイトルで1953年大映で映画化され、少年時代の苦労を子役時代の津川雅彦が演じている。ありがとうございます。